はい、FM レシンの DJ のレシンです。はい、なんかもう最終回って言い続けてると、はい、やっぱどうしても最終回にできなくなってきちゃうってことは分かったんだよね。はい、なんかよく分かんないですけどもそうなんですかね、はい、終わり方が分かんないけどさ、はい、ドラえもんもエンディング なかったじゃん結局。そうですね、まあその厚木になぜ我々がいるかと言いますとですね、あのこれもまたまあ龍神さんというか、まあ三田村家にツッコミと言いますか、今日すいませんけど僕の身に起こった、顛末をちょっとおしゃべりさせていただきたいなと思うんですけども、はい、そうですね、僕も聞きたいな。はい、あのまあ私言ってみましても、はい、デスクワーカーでございますね。そうですね、はい、基本的には、まあ、作曲がメインですので、はい、どうしてもです机の上の作業が多くなる、はい、そうですね。で、まあ、自信を持ってお届けしたいものってあるじゃないですか、はい、人それぞれ ある人にとっては売りですね、はいはいはい、いわゆる、うん、走ることかもしれないし、泳ぐことかもしれないし、ね、事務作業がえらい早いとか、そうだね、僕はやっぱ家で何かを梱包すると、そう、ね、音を梱包して、完パケ、はい、誰どなたかに聞いていただくと、はいはい、書斎に届けたいとね、いうのがあるんですけど、うん、まあそのいろいろ生きていますと、はい、たまには外でもやってみたい、外の光は見たいと、外の光、まあ室内ではあるんですけど、ライブみたいなことをやりたいなと、はい、まあ、リシン君やコージマンなんかと言ってたら、うん、まあじゃあやろうかとなりましてね。というかオファーが来たんだよね、まず。そうですね、あの、うん、和江さんの方からもありましたし、ね、うん、それで、まあこれは僕も半分悪いんですけど、うん、まあ、一応やりますと、うん、でパソコンも手に入ったんでやりますよということだったんですけど、それがあの前回の Mac 事件に続くんですね。そうですね、話としては、はい、で今日はですね収録日が8日でございますか。8ですね、8ですね、はい、8日です、はい、僕13日だと思ってたんですよ、それがよくわからないんで僕、はい、あの一番最後の日だと思ったんですよね、このギャラリーで、あの和江さんが今ちょっとしたあの展覧会をやっておりまして、はい、そこのエンディング、そうなんですよ、そのスペースでライブということだったんですけど、えっていうかさ、今さ俺重大な、はい、とても重大な僕自身の欠点について、はい、今日の大失敗について、はい、突然雷が落ちてきたかのように思い出してしまったんですけど、はいはい、ダンシングタイム全くゼロだった。でもあれは踊らないでしょみんな。いや、あのさ、もともとダンスしたいってことだったのよ、和江さんの要望は。いや、だってダンスしそうな人がいなかったじゃないか。あれは、うん、ダンシングタイムって言って、うん、そういう時間作るの忘れてたよ、演目として。あ、いや、よかったんじゃないかな、作んなくて。うん、僕もね、完全に違うことに熱中しちゃって、はい、それがまあ今話し続くんですけど。あ、それでですね、はい、あのでいきなり今日朝起きたら龍神君から今日本番だよと、そうだ、ね、メールが8時台にメール来て、ね、うん、ってなったんですよ、うん、僕今日なの、うん、で、あの Mac のノートパソコンが必要なんですよね、うん、僕外に出るには。そうです。でちょうど梱包ほどいてるとこだったんですよ。あ、ちょうど今まさにその時だったんだ。はい、なんですね、うん、使い方まだよくわからない、うん、でもキーボード持ってなかったんですよ、うん、あーキーボードやっぱ必要じゃないですか。パソコンの方じゃなくてピアノのね、ピアノのキーボード必要で、まあ、昔というかそのちょっと前は龍神君に借りようと言ってました、はい、僕もいいよって言ってました、はい、なんで和江さんのライブは龍神君のキーボードでやろうと思ってたんですよ、うんうん、はい、で、あ、って僕困って龍神君に、うん、じゃあキーボード借りに行くわって言ったら、うん、無理って来たんですよ。そうなんで、もう会場入りしちゃってて。そうなんですよ、だからね、わ、それもド忘れしちゃったんですよ。そうなんですよ、それで僕は今日、うん、今日ですよ、はい、今日をライブで使うための楽器を、はい、今日買ったんですよお茶の水でねえ、はい、本当に急だったよね、はい、楽器屋さん驚いてたもん。いや、僕も驚いたよ。何買ってんの？いつ頃使う予定なんですか、うん、いや今日の夕方なんですよ、うん、まだパソコンもちゃんとほどいてないんですよ、うん、そしたら同情してくれて、うん、なぜか、うん、キーボードのすごいいいソフトバッグをプレゼントしてくれた、ね、あ、本当？あ、今日入れてたやつ。そうなんです。あー、あれよかったね、じゃあ、うん、それで、うん、だからもう新品の触ったことない機材2つで今日は初土俵だったんです。
ですよ、僕は。ピカピカしてたもん、ピカピカしてましたよ。もう恐る恐る触ってましたからね、うん。しかも練習と本番の境目なかったからね、今日、徳ちゃんの。ええ、まあ、あれにはびっくりした。あんな感じだろうと。あれにはびっくりした。ルーシーン、準備できたよの一言ぐらいあると思ってて、俺、今か今かと。なんか始まった感じにすると、みんな聞いちゃうじゃないですか。皆さんのおしゃべりを僕はサポートするだけだっていう役割だったんで。BGM みたいな感じにしたかったんですよね。そうなんです。BGM ピアノだったんで、まあ、そんな感じでやらせていただいたんですよ。僕には言ってほしかったね。僕はほら、ハイスタートで始めたかったから。あ、そうか。映像だから、なんかこう、うやむやにできないじゃん。なんか、目に見えちゃうから。まあ、リュウシンさんとね、二人でこう、市場で何かやらせていただくなんていうのは初ですね。ごめんごめん、話飛んじゃったわ。徳、はい、ちゃんの身に起きたことの話を今してたから。ああ、まあまあ、そんな程度ですけどね。で、今日結局横須賀行ってたの？いや、全然行ってないよ、今日は。あ、家の方から来たの？そう、家から。ああ。で、なんかマックのインストール6時間？6時間と出ましたね、表示が。インストールって。あのね、6枚いるんですよ、ロジックっていうのが。え、そんなに ?6 枚。CD の中身が。知らんかった。しかも DVD じゃないんだ。まあでも実際はね、5時間半ぐらいだね。表示が6時間で。おかしいでしょ、ね。いや、でもね、初回もかかったよ、そんぐらい。すごいね、何ギガ使ってんのロジック。12時前から始めて、5時ぐらいに終わるかもしれない。まあ、でも途中ちょっと買い物行ってたから、うん、キーボード買ってたから、うん、ディスクを取り替えられなかったんだけど、うんうん、そうだな、それに時間食ってね、今日遅れちゃったんですよね、うんうん、インストール5時間って映像のレンダリングに匹敵する時間だね。そうかもね、うんうん、えらいかかりましたね。とりあえず僕が話したいことはやっぱライブですよ。まあまあそうですね。僕と徳ちゃんお互いに初ライブ&初セッションを練習もなくいきなり1時間、恐ろしいことしたね。しっぱなし、流しっぱなし、プレイしっぱなし、はい、しかも僕見えてないからね、映像が角度として、うんうん、ただやってた。リュウシンの方がね、合わせてくれる形で。そう、合わせてました、必死にね。助かりました、うん、だ結構ね、今日一日で僕はもう今まで練習してたんですよ、基本的な操作。まあ、そうですよね。だけどもさらに磨きがかかって、ちょっと応用っぽい感じで両手使いながらこう、できるようになったんで、すごい練習だったし、映像もね、よかった、よくできたんですよ、意外に。初めてにしては見たことない映像もね、たくさんあって、今日はそうだね、うん、後で見直してみたら、そうなんですよ、はい、だから本当は今日車で僕も来れれば、うん、ビデオカメラでそのまで撮って撮りたかったんですよ、うん、だけどまあ毎回ね、ライブっていうのは残らないのがいい、最大のいいとこなのかもしれないけどもね、うん、あ、そのライブの模様を撮りたかったってことか。そうなんです。それはいっちゃう、別に。あ、違う、ライブで流してる映像を撮りたかった、録画したかった。ああ、こんな感じになったと。そう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 。ああ、ただ僕がずっとこうやって下向いて映像いじってる間も映像動いてるわけです、うん、その間は見れてないわけですよ。ああ、ってことは多分今日僕が見てる映像は 30% ぐらいは見てないと思う。だから 70% は見てると思うんだけど、 30% は見てないと思うんだけど、下のコンソール見てていじくってるから、うん、そうじゃないですか、うん、だからね、今までさ、映像を僕作るときに1回1回レンダリングしてたわけじゃないですか、うん、その作業が必要なくなるかもしれないっていう、ちょっとユートピアメーター考えが今あって、あ、でも固定するにはね、その場で、うん、映像を、まあ、編集兼出力してるわけだから、うん、それはちょっと自分の中で新しいちょっと映像のね、ステップになるんじゃないかと思って期待してんだよね。徳ちゃんはどうですか、今のライブっていう。いや、やっぱりね、うん、自分的にはまだちょっとね、操作の不慣れだったしね、うん、必要最低限のことしかやらなかったから、課題がいくつかあったよね、うん、まず音色でしょ。そうそうそう。あとテンポ、テンポの問題と音色の問題があるもあるしね、その
メカニカルなね、機械的な操作の問題がありますよね。そうだね。でもね、なんかね、出来に不満足なわけじゃないんだけど、うん、そのやっぱね、俺完璧求めたいんですよね。あー、はいはい。そのアウトプットには、うん、で、まあ、完璧、引き間違いがとかじゃなくて、うん、やっぱり行ったら即興の連続になるわけじゃないですか。そうだね。そのループがかませてあるとはいえ、うん、そうするとなんかね、こう最後の一筆のところの角度までさ、うこうなんかこう、うん、突き詰めていく作業って、うん、俺やっぱ好きなんだなって感じた、うん、今日やりながらね、うん、どんどん過ぎ去っていっちゃうからね、うんうん、まあ、音楽過ぎ去るのがいいんだけどね、本当はね、過ぎ去っていくもんだからね、音はね。そうだね。だから今聞いてるスズムシの音も、あのスズムシちゃんはオートでは鳴らせないわけよね、うん、ずっと鳴らし続けてないとダメなんですよ、はい、止まった瞬間本当に音止まっちゃうんだよね。はいはいはい、うん、ただね、やっぱりその、うん、音楽ってそうじゃん。そうだね。そのなくなっていくものじゃん。なくなっていくものだよね。だからこそ俺録音にこだわっちゃうのかもしれないんだよね。あ、はいはい、うん、固定したいっていうさ、うん、絵画に憧れる感じね、はいはい、絵画とか映像にね、定着させる作業だね。そう、2度目もっていう、うん、言ったら楽譜もそうだからね、定着させる作業だから ね、うん、定着大好き。そうね、はい、確かに。まあ人の前で演奏する場合って、まあ、聞く側の立場からすると、うん、カンパケのものをバッて出されるより前で演奏しようし、だからパフォーマンス要素が欲しいっていうのはあるよね。カンパケしたもの出されても困るよね、うん、だから CD 流されるようなものだからね。 やってる人と聞いてる人の立場の違いでちょっと変わるね。だ、僕もさ、行ったらさ、今日 VJ やってた映像も全部作って持ってくることもできるわけじゃない。うん、だけど目の前でああやってやってるとパフォーマンスの要素が入ってくるから、そこは見てて楽しいんじゃない？あ、今作ってるよ、うん、今やってるよ、うん、あの手がこう動くとこう変わってくるのか、反応で、あと ね、その実際にライブで音楽に合わせていかなきゃいけなくなるからね。あ、そうそうそう、それもあるよね。その流動的なとこが、うん、まあ言ってみれば見る人にとっては刺激があるんだよね、うん、まあ、だから分かんないですね、まだまだ可能性が分かんないね。もっともっと面白くなるかもしれない、ね、映画なんかだって完全にパッケージングされたものを見てるわけじゃない、うん、そのスタイルはずっとね続けてきてるわけだから、まあ、映画と演劇の違いなのかな。そうすると俺圧倒的に映画の方が好きだもんねそうかも、僕もそうだな。でもあの 生の、まあ、音楽でも圧倒的に素晴らしい時あるもんね。ある、うん、じゃああれだね、生ものか冷凍食品かってことじゃん。まあ、でも冷凍食品ってね、うん、自分がほら愛着があるからなんだけど、うん、その冷凍食品と言わない方がいいな俺は、うん、じゃあなんて言えばいい、保存食ね。なんかさ、嘘物みたいな感じするじゃん、うんうん、いや映画って本物だろうって思うんだよ。そうだね、うん、全然保存食じゃないから、うん、確か、うん、はい、じゃあ、はい、もういいとこなんで、はい、まあ、今日こそ最終回ということで。あ、そうですか、はい、いや残念です失礼いたします、ありがとうございました、はい。